ってないでと、うんうん、でなんかあれは事情的にこういう事情があってあの店舗今こうやからできへんと思うわとか、うんうんうん、いうのがこっち側で情報吸い上げてバイヤーさんに言ってあげたら、ね、うんうん、バイヤーさんも自社の話やのにそうなんかと気づくこともあるわけや。そうですそうです、 ありがとうみたいな、わからんかったありがとうみたいな、なるほどなるほど、じゃあやり方変えなあかんなみたいな、はい、あ、なるほどな、あります、なるほどなるほど、そうですか、まあ、そうやってあなたも仕事してるんですね。いや仕事してます、ちゃんと仕事してるんやね、ちゃんとしてます。その本部担当にね、はい、なんていうのかな、ならない人だっているじゃん、なかなか。そうですね。なんであなた本部担当になったんですか。なんでなったのか、うん、もう上司の推薦。推薦、はい、なんかあのうまいこと自分のこと褒めて。いや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 そんなことない。いや、なんなんですかね。はい、いや本当にわからないですけど、はあ、見ていただいてた。うん、方が、まあ、任せてくれた、うん、なるほど、うん、まあでも私なりにこういうところをしっかり頑張れてたと思うみたいなところってどういうことなの、はいはいはい、1年目の時って、うん、1年目の営業同士、うん、まあ同期とかも、うん、本当にあんまりやってる内容って変わらないと思ってて、はいはい、るんですけど、ちゃんとその現場で困ってることとか、うんうん、その実はその本部担当から降りてきてる内容が、うん、現場では全然うまいこと言ってなくて、はい、もっとこうした方がいいんじゃないかとか、うんうん、私だったらもっとこういうことやりたいなとか、うん、っていうのは1年目の時から考えるようにはしていて、うん、社内で一応そういうのを、うん、なんか週報とか、うん、日報とか週報とかがあるんですけど、なるほどな、それで自分はこういう考えを、はい、自分だったらこういうことがやりたいですとか、現場のリアルな声ここですっていうのをちゃんと書くようにはしてました、うん、なるほど、なのでそれをちゃんと見てくれてる上司だったら、うん、あ、毎日こういう活動してるんだね、ここを、うん、まあ、課題と考えてるんだねとか、うん、だからそういうことに対してもやっぱコメントもくださいますし、うん、とかそういうところですか、ね、あ、それでも結構大きいよね、うん、だからその個展担当としての仕事の役割、はい、本部担当としての仕事の役割って違うから、うんうん、でその個展担当の仕事の役割をしている人が個展担当のや、うん、仕事の役割だけをしている場合とね、うんうんうん、個展担当の仕事の役割しながら自分が本部担当になった時にこうしたいみたいなことにつながるような、うん、自分ならもっとこうしたいとかこうしたらいいんじゃないかとかいうことをちゃんとこれ別にやらなくてもいいことやからね、うんうん、古典担当やったら別の考えやんとやっててもいいわけやから、うんうんうん、もうだって言われたことやってたらいいわけやからね、うんうん、以上のことを自分からも先にやってたからやね、うん、そうですね、うん、であとまあその当時の上司、うん、支店長の方から言われたのが、うん、その陳列とか最初、はい、陳列業務とか、はい、でまあ、シンプルに作業なので、まあ、それが嫌だなと思う、うん、私も嫌だなと思う時もありましたし、うん、あるんですけど、じゃあなんでこういう並べ方なんだろうとか、はいはいはい、その並べてる時にじゃあお客さんが見たら本当にこの陳列の仕方でいいのかなとか、うん、なんかその陳列、私たちが陳列するのにも絶対意味がある、うん、から、うん、そこをそのただただ並べてるだけじゃなくて、うんうんうん、お客様目線で、うん、考えなさいみたいなことは言っていただいたのは結構大きかったかなと、うん、なるほどな、はい、意識するきっかけになったかなと。そうよな、だからただ、だから言われたことをただやっているだけでも、うんうん、その役割はちゃんと果たせてるし、その今与えられてる仕事の成果で見たら差はないんかもしれへんけど、うんうんうん、言われたことをやるだけに加えて自分なりにしっかり考えていくみたいなことをしていったら、うん、さっきみたいな日報が書けるし、うんうん、で今それと同じような話やね、そのただこう陳列していくっていう時も箱から箱を開けてな、何個も何個も箱を開けてこうやって並べていくって、うん、でそのただ作業としてみたら面倒くさいなみたいなことやけど、これ並べる時も面倒くさいな思って並べても並べ終わるし、うん、でも面倒くさいなと思うだけじゃなくて、こうここってなんでこう置くんやろとか、もっとこう置いた方がこうちゃうかとか、商品の置き方とか商品のパッケージとか、うん、パッケージがもうこう並べ
てるのに、お客様から見たら、うん、それが全然見えない、ね、見えないとかな、見せたいところかな、そう、見せたいところここなのかなとか、うん、なんかそういう本当に商品一つ、うん、とっても置き方、並べ方、うん、見せ方で、うん、なんか手に取ってもらいやすさとか変わるもんな、変わるので、なんかそういうのは意識しながら、うん、気をつけながら陳列してたら、うん、またその陳列もただの作業じゃなくなるので、はいはい、そういうのは大事なのかなと思います。そうやな、うん、陳列するという仕事だけ考えたら同じ時間で同じことがやり終わるだけやけど、うん、そうですね、そこだけの差で見たらな、はい、でもほんまは実は違うことがその先に生まれてたりとか、うんうんうん、生まれてなかったとしても自分の中ではその仕事に臨む意味合いとかは変わってるからな、うんうん、そうですね、みたいなことをやっぱりやっていたことが上司から見てこう伝わったんじゃないかと、うん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 、そうですね、うん、ことやね、はい、よくそんなこと自分で言うよね。ちょっと待ってください。恥ずかしいですね。いやでもほんまそうやもんな。急に、うん、そうやで、ほんまにそうやで、そらそうやで、うちにも自慢の子を生かしてるわけやからね、そらそれぐらいやってもらわんと上司も、本当ありがとうございます。はい、はいですね、はい、何やろか、化粧品メーカーってやっぱり人気業界じゃないですか、はい、今見てる学生とかもみんなめっちゃ化粧品メーカー入りたい人だと思うんですよ、うんうん、その人たちにね、はい、こう何やろうね、こういう点でやっぱりねすごい、うん、いいよっていうことと、いやでもこれはねやっぱここはちゃんとね考えた方がいいよと、うんうん、いうようなことをこう両方言ってもらえるといいなと思うんですけど、どうですかね。いいよってところは、うん、でもやっぱりその今目キラキラ輝かしながらこれ聞いてるからね。やっぱり最初言って田辺さんが言ってたみたいに B2C のメーカーの営業なので、うん、やっぱその入る、うん、会社の化粧品が好きかどうかがやっぱり一番大きいし、自分のやるモチベーションにかなりつながるので、そこはやっぱり、しかも新商品とか、あとまあ私は今営業ですけど、それこそ同期とかその社内公募とかで商品を作る側に行ってる人たちもいっぱいいますし、好きなものに携わってるっていうのはやっぱりいいかなと思います。でもう一つ、まあ、考えた方がいいよっていうところですかね、うん、考えた方がいいよっていうところ、まあ化粧品も本当に今、うん、まあ、コロナとかもあってっていうのもあるんですけど、正直めちゃくちゃ厳しくて、うん、かつ、まあ、EC と、うんうん、あともその実際の店舗での販売っていうのがこう、うん、売上の比がね、そうですね、構成比が変わってきてるよね、どんどん変わってきてるので、うん、なんていうんですか、その実際にその店舗で売る難しさっていうのがもうこれからどんどんやっぱ増えていきますし、うん、いろんな業